ただいまご紹介いただきました一般社団法人愛力の代表理事を務めさせていただいております石原杏里と申します。日頃より、夏特有、福島の子どもたちの、受け入れをこちらの鹿島の方でしていただきまして本当にありがとうございます。震災から5年が経ちまして、先日も福島の方に子どもたちと交流会をしていきましたけれども、この自然にあふれる鹿島でいつも受け入れていただけることで、本当に心身ともにのびのびと生活する環境を与えていただきまして、子どもたちは少しずつ心の中も復興に向けて歩んでいるのではないかなというふうに感じ取ることができました。実は私、志学館大学、中津川市さんとの企画連携で共同でさせていただいていると思うんですけれども、前身大学の、中京女子大学時代の、卒業生でありまして、一つ上の先輩には吉田沙織、同級生には伊調千春、伊調香織とメダリストが揃った世代の卒業生であります。そういった関係から、創設者のふるさとでありますこちらの鹿島の方で、こういった形で、今活動させていただけているということは非常に幸せに思いますし、大変感謝の気持ちでいっぱいであります。本日は、所属しております大学生が、発表させていただくということで貴重なお時間をいただきますけれども、どうかご清聴いただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは学生の方にバトンパスさせていただいています。よろしくお願いします。こんにちは、一般社団法人愛知からの石堂と申します。今は学生代表として、愛知からやらせていただいております。本日発表させていただきます。よろしくお願いします。中村美佐と申します。それでは愛知からの発表をさせていただきたいと思います。まずはじめに愛知からとは、正式名称は一般社団法人愛知からといいます。メンバーは愛知県を中心とした大学生社会人で活動をしています。私たちは東日本大震災をきっかけとして2011年の4月に設立しました。福島県をはじめとした被災地の子どもたちの支援を中心に地域に社会に求められる団体を目指して活動を続けています。それでは愛知からの活動を紹介していきたいと思います。まずは定例ミーティングです。毎週水曜日に学生スタッフ、社会人スタッフが集まって定例ミーティングを行っています。団体運営について、キャンペーンについて、イベントについてなど話し合いを行っています。また多くの学生がいる愛知県の大府市には愛知からファームといって畑があります。その畑ではキャンプでの食材を自分たちで作るために週末に活動を行っています。次に街頭募金です。キャンプの開催のための資金集めとして街頭募金を行っています。街頭募金はキャンプ開催の3ヶ月前から行っていて、2014年の街頭募金では夏と冬合わせて5ヶ月間で約500万円を集めることができました。街頭募金を行うことで福島の現状を町の人に伝えることも大切にしています。次に被災地支援スタディーツアーです。被災地に実際に赴き現地の方と交流を行ったり、被災地の現状を自分の目で見て被災地の今を知るといった活動も行っています。そして私たちがメイン事業として行っている福島っ子リフレッシュキャンプになります。それではメインの事業であります福島っ子リフレッシュキャンプについて説明をさせていただきます。開催期間は夏休みと冬休みの年に2回開催をしています。場所は鹿島を中心とした東海地区で行っています。夏は福崎バンガロー村、冬はふれあいの館鹿島にて宿泊を行っています。対象は福島市、郡山市、伊達市、いわき市など、あと各県に母子疎開をしている幼児、小中学生で対象にしています。これまでに延べ600人以上の参加者を受け入れてきました。そして2014年のサマーキャンプでは参加者100人、期間1ヶ月という愛知からでも最大のキャンプを開催いたしました。そして2011年夏から始まったキャンプは去年の冬のキャンプで計10回のキャンプを行い、無事終えることができました。キャンプで行っているプログラムの紹介をしたいと思います。夏は川遊び、シャワークライミング、ラフティング、冬はスキー、スノーボード、スケートといったアウトドアのプログラムや、愛知県の作家さん、去年は本間清子さんにお越しいただいて創作プログラムを行ったり、花火、肝試し、クリスマス会など季節にちなんだ企画も行っています。ま
また鹿島ということで、ドアイランプ村で宿泊をし、自分たちでお風呂を沸かしたり、ランプをつけたり、普段ではできないような体験も行っています。木曽ヒノキウィーニーツアーでは、鹿島の大自然に触れ、自然の大きさ、強さを感じることもできました。鹿島の地域の方、小学生の子どもたちとも交流をさせていただいており、交流クリスマス会や交流事業を通して新しいお友達ができたりと、福島県の子どもたちは鹿島の方ともつながりを持つことができました。また、鹿島のスーパーや農場にご協力いただいて、職業体験も実施しています。子どもたちは初めてトウモロコシがなっているところを見たり、大きな牛と触れ合ったりして、とても楽しそうにしていました。職業体験を通して子どもたちは働くということの大変さを知ったり、いつも自分たちのためにお仕事をしてくれているお父さんやお母さんに感謝の気持ちを持つことができました。はい、今回、私たちが活動する上で大切にしていることをお話しさせていただきたいと思います。私たちが大切にしていることは、常時活動をする中で大切にしていること、キャンプで子どもたちと接する中で大切にしていることがあります。まず、活動をする上で大切にしていることは、社会貢献活動を通して自分で企画をしたり何かを作り上げること、そして団体の中の幅広い役割を経験して、社会に出る前に学校や実習では学べないことを学ぶ、若い世代、若い力を生かして行動をする。愛知からの中には様々な役割があり、キャンプの中でも子どもと、一日ずっと生活を共にする子ども隊というのがあったり、食事を専門的に作る食事隊というのがあったり、あとは、子どもの健康管理であったり、保健室を運営する保健隊というのがあるんですが、自分の、学校の専攻している学科を生かして、教職を取っている子は、子ども代になったり、栄養科の学生は食事代になったり、看護科の学生は、保健代になったりといって、自分の学校で学んでいることや自分の得意を生かした、そして力を伸ばせるような活動をすることを大切にしています。またスタッフの育成として、安全救急法やコミュニティカウンセラーの研修会をセッティングをし、子どもたちやスタッフの心のケアができるように、そしてキャンプ中の子どもたちの安全を守れるように、またスタッフ自身のスキルアップのため研修会を行っています。次に、そして子どもたちと接する上で大切にしていることは、子どもたち一人一人に寄り添い、心から子どもたちと関わることです。子どもたちがキャンプ中悩んでいれば、スタッフも一緒に頭を抱えながら話を聞いて一緒に悩みますし、楽しい時間は一緒に笑ったりしてきました。キャンプに参加するのは福島の子どもです。たくさんの支援をこれまでに受けている子たちが本当にたくさんいます。そしてその中には支援慣れをしてしまっている子どもたちもいます。ですが、キャンプを通して食材を寄付してくださった方、ご飯を作ってくれたスタッフ、お手伝いをしてくれたお友達に感謝の気持ちを忘れずに、ありがとうと言えるようになる子どもになってほしい。寄付でいただいたもの、家族に買ってもらったものを大切にする、出会ったかけがえのない友達を大切にする、自分の命を大切にできる、そんな子どもたちに成長してほしく、私たちスタッフは子どもたちと関わり合っています。ここで、キャンプの様子を見てほしいのも含めてなんですけれども、以前にテレビで紹介をされました2013年のサマーキャンプの映像を見ていただきたいと思います。捕まえた魚や鳥はまとめて川に戻すことになった。とその時、
ビデオに出てきた男の子なんですけれども、ビデオの時は小学校4年生ぐらいの男の子でした。今は、小学校6年生の高学年となって、小さい子であったり低学年のお兄さんとなって、子どもたちのリーダーとなって、今はキャンプですごく活躍をしてくれています。ビデオにもあったように、福島の子どもたちに置かれた状況、心にスタッフが寄り添った結果、子どもは心からの笑顔を見せてくれました。一つの例として今のビデオを見ていただきましたが、キャンプ中あのような場面も本当にたくさんあります。
そのためにスタッフが子どもたちのために一生懸命悩んで子どもたちと向き合いました。そして子どもたちもスタッフが本気になればなるほど、キャンプ中たくさんの成長を見せてくれます。その実感があるからこそ私たちは寄り添うことを大切に活動ができているのではないかなというふうに思います。震災から5年が経ちました。これから福島への支援はどんどん減っていくことになっていくと思います。しかしまだ放射能の問題が消えたわけでもないですし、震災の傷が癒えたわけでもないと思います。これからも子どもたちが大自然の中でのびのびと体を動かすことができて、集団生活の中でたくさんのことを学び、たくましく成長していけるようなキャンプを作っていきたいなというふうに思います。そして未来を生きる子どもたちや、子どもを大切に思う大人たちの思いを受け取って、私たちにできることであったり、私たちだからこそできることを常に試行錯誤しながら考えて、私たちの活動を頑張っていきたいと思います。また来年度も夏と冬のキャンプ、皆様にはお世話になることと思いますが、何卒応援の方よろしくお願いいたします。以上で一般社団法人愛知からの発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。愛知からの皆様、発表ありがとうございました。ここで質疑を取りたいと思います。何か愛知からの方々で質問ある方、挙手をお願いします。よろしいですかね、どなたか。ちょっとプロジェクターの方も少し設営をするんで、よろしかったですか。あ、じゃあ次にですね、プログラムとは違うんですけど、順番が変わって次に、